レモンエゴマは、シソかしそぞの一年草である。葉をちぎったり、もぐとレモン様の香りがする。茎は四角形で直立し、高さは20から90センチメートルになり、分子し、下向きに曲がった短い難毛が蜜に生える。葉は耐性し、葉芯は高大炎上乱形で、長さ7から12センチメートル、幅5から8センチメートルになり、先は尖り、 縁には基部を除いて挙手があり、基部は円形、または広いくさび型になり、長さ7から12センチメートルになる傭兵がある。破湿はやや薄く、表面に難毛が生え、長毛はない。裏面には先天があり、裏面葉脈状に難毛が生える。しばしば葉の裏面、葉脈、傭兵が赤紫色を帯びることがある。夏季は8月から10月。茎先に、 長さ10から18センチメートルになる下水を作り、1下水あたり60から80の花をつける。ツトは花柄より短く、先の尖った横長の平た円形で、長さ4から5ミリメートル、幅3.5から4.5ミリメートル、円に長毛がまばらに生える。ツトの円に広い白色の部分があり、そのため、開花前の下水は白っぽく短い。 ストは大部分が早落ち性で、果実期には大部分が脱落する。額は、小形で5針、あり、長さは3から4ミリメートルあり、長い軟毛と短毛が生え、柿には、長さ6から7ミリメートルに伸びる。果敢は、長さ4から5ミリメートルになるに神経で、泡紅色になる。湯髄は4個あって、果敢から、わずかに調出し、薬の色は、赤紫色になる。 死水は一個ある。果実は、平田休形の文化で、計1.2から1.5ミ、mm、リメートルになり、褐色で、網もがある。染色体数は 2n イコール20。日本固有種と考えられてきたが、中国大陸から発見されている。日本では、本州の宮城県以南の太平洋側、四国、九州に分布し、山野の,の半日陰に生育する。和名レモンエゴマは、 マキノ富太郎による命名である。マキノは、エゴマの新品種、パーラアシュモイズ・ LF ・シトリアドラを記載した際、タイプ種に似ているが、レモンのように非常に、心地よい香りがするとし、和名を、レモン・エゴマ、とした。タイプ標本は、マキノが、高尾山で採集したもの。種商名、シトリアドラは、レモンの香りのするの意味。中井竹の心が、独立種とし、 マキノが記載した品種名シトリアドラを種賞名とした。本種を含む日本に分布する子ソ属については一種にまとめる意見があり、平凡社観光の旧日本の野生植物や保育社観光の原色日本植物図鑑ではそのように扱っている。栽培種であるエゴマを基本編種、パーラフリューテソンズバリエーション、フリューテソンズとし、同じ栽培種である子孫を編種バリエーション。 クリスプ、野生種レモンエゴマを変種バリエーション、シトリアダラ、野生種トラノージソを、変種バリエーション、ハートラとしている。一方、伊藤美智保及び平凡社観光の海底審判日本の野生植物語では、野生種3種、すなわち、本種 P シトリアダラ、トラノージソ P ハートラ、1996年記載の瀬戸エゴマ P 生因スをそれぞれ独立種として扱い、 栽培種のエゴマ及びシソは一種一変種としており、ユーリストでも同様に扱っている。本種の葉の基部に巨子はなく、花は淡紅色。虎のオジソの葉には基部から巨子があり、花は淡紅紫色。植物体全体に異種はあるが、レモンのような好期はない。セトエゴマの花は白色。エゴマの花は白色で小さく。 植物体全体に得意な周期がある。本種の葉に含まれる精油は水蒸気蒸流によって抽出され、レモン油と称して香料に利用された。かつてはシトラールの原料として注目されたが、現在では利用されることは少ないという。本種の主成分はシトラール約50%、ペリラケトン、エゴマケトン、ナギナタケトンなどであり、ペリラケトンには殺菌作用があり、 虫に効果がある秋に生の葉を採取しその絞り汁を幹部に直接塗布するありがとうございます